フェロー航空は、かつて存在したフェロー諸島の航空会社である。1964年1月、デンマークの航空会社スキャンフライトフェロー諸島の船会社、スキパファラジス・フロヤーの出資で設立。スキャンフライは、デンマークの貴族クリスチャン・アルフレット・ビンセンツ・ラーチ、ラーチェンボーグが設立した会社で、当初は、同社のデハビランド DH-114 ヘロンを、 チャーターする形で、同年3月より、コッペンハーゲン国際空港からスタバンゲル、カークウォール経由で、ボーアル空港を結ぶ路線の運行が開始された。路線の利用は好調で、1965年5月には DC-3 を導入し、7月より運行を開始した。10月には、週に往復の運行に増便され、再繁忙期には追加で、チャーター便も運行された。 しかし、会社の立ち上げと初期投資の負担により、経営状況は良好とは言えず、1966年下期には、週3往復の運行とすることで、同社は投資の回収を図ろうとしていた。ところが、デンマークの航空当局はこの年、アイスランド航空に一往復分の路線券を認可し、フェロー航空との競合は強まった。このような状況下で、 フェロー航空はなお拡大を続け、1966年にはスキャンフライを吸収、追加で2機の DC-3 を導入した。1967年1月には F-27 機1機をリースし、5月より運航を開始すると発表した。ところが1967年春にはスカンジナビア航空がアイスランド航空と提携してこの路線に参入することになった。 当時デンマークは国内線区間の運行をスカンジナビア航空に優先的に行わせる方針をとっておりフェロー航空の経営陣はこの状況に対処するのは困難だと判断したフェロー航空には1968年までの運航認可を与えられていたが1967年内に運航を中断したフェロー航空の DC-3965 年に 最初の DC-3 を購入、1966年にはさらに2機を購入し、運用していた。1967年5月からはリースした、フォッカー F27 機1機の運用を開始し、さらに1機を購入する予定であったが、運用には至らなかった。ありがとうございます。